徳川よりさだ8月16日から1954年4月17日は、日本の音楽学者、政治家、実業家。一回は肖像くらい。君党は、君に党。爵位は公爵。画後は、会には。音読みで、来帝さんとも呼ばれた。五三屋の紀州徳川家の第十六代当主。母方の祖父、徳川持つは、紀州藩主。 母方の祖母、徳川の子を通じて、伏見宮放火親王の彦にあたる。父方の祖父は、徳川義寄であり、徳川宗家第16代当主、徳川家里は叔父にあたる。楽譜や音楽文献、古楽器類の収集家として知られ、音楽の殿様と称された。日本楽団の進歩発展に尽力するなど、戦前における西洋音楽のパトロンとして、 よりさだの果たした役割は大きい。戦前は貴族院議員として、戦後は参議院議員として、約30年間にわたって県政に携わり、音楽を通じて築いた人脈を利用して、主に外交において活躍した。ユネスコ国会議員連盟、フィリピン協会、全日本音楽協会の各会長、パリ国立高等音楽院名誉評議員などを歴任した。また、 バンコク議員商事会議、列国議会同盟会議、バンコク音楽連盟、ユネスコ国際会議などには日本代表として出席している。妻のため子は、公爵、島津忠重の妹。よりさだは、島津家を通じて、公順皇后の義理の叔父にあたる。紀州徳川家本邸跡1892年8月16日、紀州徳川屋第15代当主。 徳川寄り道と久子の長男として、東京府東京市麻布区飯倉町6丁目14番地の、紀州徳川家本邸で生まれる。学習院中等科時代から音楽に熱中。中学2年生の頃には、寄宿先の中島力蔵に連れられて、ラファエル・フォン・ケイベルの家を訪れ、ケイベルから、ルートビヒバン・ベートーベンのピアノ・ソナタ第14番、月光や、リハルト・ワーグナーの、 タンホイザー助曲などの解説を受けた。この頃、東京音楽学校ピアノ科助教授、元織長代に、家政学と対位法を習っている。一方、学業に関しては、数学の不出来のため、2年間上級に留年しているが、数学教師の尽力により1912年5月に中等科を卒業。学習院高等科に進学すると、 母や過食の意向もあって、弟の地と共に、麻布が全傍町の新邸に引っ越した。新たに監督者となったのは、慶応義塾の玉井房之の助だったが、よりさだ兄弟は玉井に反発して、不平不満を上げたため、同年7月27日には解雇されている。進学直後には、神経衰弱と称して、学校を休んだため、 上田定次郎に連れられて佐古川や日光で天地療養したが、帰郷後の9月初旬には再び神経衰弱を生して学校を休むようになってしまう。留年を憂慮した鎌田栄吉は父の寄り道に寄里を退学させるよう進言し、父が10月9日に鎌田の進言を受け入れたため、寄里は教育取締りの上田の下で家庭教師を通じて学習することとなった。 英語は戸川明骨が、フランス語はフレデリック・ジャクレーが、論理学は河合定一が担当した。1913年3月1日に弟の血が不慮の事故死を遂げ、よりさは失意に暮れて塞ぎ込むようになった。しばらくして、岸三木太郎によって外国留学が提唱されると、父は気分転換を促すために留学を進めた。同年9月2日、 ヨーロッパ留学に出発。付き人として指導役の上田や小泉新三らが随行した。ロシアサンクトペテルブルク、ベルギーオーステンでイギリスドーバーを経て同月下旬にロンドンに到着。上宿は父の外遊児と同じ県人トンに定められた。1914年2月頃、より佐は上田にケンブリッジ大学にて、 音楽博士の学位取得を目指すことを直訴し、上田の理解を得て、ケンブリッジ大学音楽理論科に入学。在学中は、エマニュエル・カレッジのエドワード・ネイラーに指示して、音楽学を学んだが、学位取得に関しては途中で挫折している。1915年、新進建築家ブルメル・トーマスに会ったヨリサダは、トーマスが設計する、音楽堂に感銘を受け、日本に、 本格的な音楽堂を設置することを志した。当時、父が南青い文庫に付属した公園堂を建設することを計画しており、これを後期として公園堂にも、兼用しうる音楽堂の設置を父に打診して承諾を得た。また、名実ともに理想的な音楽堂を建設するため、小泉と父の了承を得た上で、ネイラーを通じて、 リーズのアボットスミス社に7万円のパイプオルガンを発注した。しかし、オルガンの材料である鈴が戦時禁制品に指定されたこともあり、アボットスミス社は一時制作中止に追い込まれてしまっている。戦線が拡大し、ロンドンにもたびたびドイツの飛行船が来襲するようになると、当時中立国だった米国を経由して帰国の途に着くこととなった。 乗船した米国船籍のセントルイス号には、チェロ奏者のパブロ・カザルスが乗っており、ニューヨーク到着の前夜には、音楽会が行われている。ニューヨーク到着後は、ボストンを経て、サンフランシスコで、東洋汽船の春見丸に乗船し、同年12月7日に、神奈川県横浜市に帰着した。帰国後は、麻吹井倉町の本邸を離れ、芝区八金山校長の新邸に入り、 1916年7月25日に、公爵、島津忠重の妹、ため子と結婚した。飯倉町の本邸で挙行された結婚式には、旧藩関係者を代表して、紀州徳川家からは、鎌田英吉夫妻と下村博史夫妻が、島津家からは、松方正義夫妻と、東郷平八郎夫妻が出席した。 ためことの結婚生活は仲むまじいものであったという。第一次世界大戦の影響で、トーマスの設計図の到着は遅れていたが、1916年秋に、ようやくヨリサダの手元に届いた。この設計図は、ケンブリッジ大学のキングスカレッジの教会を参考に、下作りにするというヨリサダの理想にかなっていたものの、響き介は、日本の気候風土に合わせた修正が必要だと、 助言したため、ヨリサダは、大見八万在住のウィリアム・メレル・ボーリズに設計図の修正を依頼した。ボーリズの設計図が完成を見たのは1917年春のことである。ヨリサダは早速計画を実行に移し、同年3月24日には、自鎮祭を行っている。建設工事は、戸田組に発注し、翌1918年7月30日に、 音楽堂は竣工した。内装工事の完了後、吉日を選んで、同年10月27日に、南青学堂として、開堂式が挙行された。来賓に、宮内大臣、畑野隆史鹿や東京帝国大学総長、山川健次郎、早稲田大学総長、大隈重信らを招く盛大な式典であった。南青学堂の地下室に設けられた。 南アオイ音楽文庫は1917年にロンドンで落札したカミングスコレクションを母体とする貴重資料を多く含み、世界的にも屈指の音楽書や楽譜のコレクションとして知られた。1923年、関東大震災による南アオイ学堂の閉鎖のため、一時期活動を休止。1924年からは南アオイ音楽図書館として再開されたものの、 1932年には、紀州徳川家の財政事情のために閉館となった。南青四楽文庫の活動時期は短かったが、若き日の深井史郎や吉田隆子らが通って、独学をするなど、戦前における西洋音楽のパトロンとして、よりざ田の果たした役割は大きかった。1921年、ケンブリッジ大学音楽図書館などを経営。 1923年、イタリアから3年ぶりで日本に帰国した当時無名の藤原義恵のコンサートを計画、支援。1919年初頭、区内省式部職に採用願書を提出する意思を持っていたが、父の理解を得られなかったために就職の話は流れている。待望のパイプオルガンは1920年に横浜港に到着したが、税関では、 建築材料と誤解されて高額な関税がかけられ、そうになったため、よりさだは、文部大臣、勝田和かに教育品として、無関税にする、ようじ談判している。よりさだの努力で、パイプオルガンは、無事に税関を通過したものの、当時の日本に、これを組み立てることができる技術者は存在しなかった。仕方なくアボットスミス社の技師を呼び寄せ、 東京商科大学のエドワード・ガントレットの協力を仰いだ。また、パイプオルガン研究を独自に行っていた日本楽器製造の斉藤技師長が助手として招聘され、同年7月に始まったオルガン設置工事は11月、初旬に完了した。同年11月22日に披露演奏会を開催する予定で、入場券を一般にも配布したが、希望者が殺到して、 諸葛警察署から警官隊が派遣されるほどであり、係員が予定していた300枚の倍に当たる600枚を配布してしまったため、11月23日にも引き続き演奏会が行われることとなった。第1日目の演奏会には、王子の伏見の宮定なる新郎や官員の宮こと人新郎、東伏見の宮七香子、義手の国宮七香子、 梨本宮とのみ夫妻など、皇族28名の隣席を賜っている。1921年2月1日、頼貞夫妻は、日本優先のか賀丸に乗船して、兵庫県神戸市を出発。陽光に際して、上だから、派手な生活の一新を進められている。フランスマルセイユ上陸後、ニースを経て、モーパスサンの旅行期、 水の上を読んで憧れていたコートダジュールを観光。同年4月4日には、イタリア・ローマの歌劇場に、マノン・レスコーの上演を見に行き、数日後には、サンマルティーノ博の紹介で、ジャコモ・プッチーニと面会している。また、ローマのアウグステオ学堂に、アルトゥルニキシュの演奏会を聴きに行った際にも、サンマルティーノ博の計らいで、ニキシュと面会し、年に、 日本に招待することを約束しているが、1922年に日記ュが死去したためこの約束は果たせなかった。ヨリサダ夫妻はフィレンツェ、ベネツィアを経て、同年5月1日にパリに到着。要校中の皇太子、ヒロヒト新郎に在仏日本大使館で拝越し、元帥、ジョゼフ・ジョフルが皇太子のために主催した歓迎会にも出席している。 パリ滞在中には、チェロ奏者のヨーゼフ・ホルマンがヨリサダの滞在先のホテルをたびたび訪れており、ホルマンを通じて、カミーユ・ユサン・サーンスと面会する機会にも恵まれた。欧州大陸の歴訪を終えると、ヨリサダ夫妻はロンドンに向かい、ロンドンではヘンリーウッドやサマセット港らと交流している。同年10月初旬、サウサンプトン港でベンガリア号に乗船して、 ニューヨークに渡り、カナダのナイアガラの滝を観光した後、サンフランシスコで天洋丸に乗船して11月3日に横浜市に帰着した。帰国後は東京府江原郡大森町の森が先進邸に入る。1923年9月1日の関東大震災の発生時は東海道旅行中であり、一時東京の両親と温心不通になってしまう。 よりさだはこの時に両親の安否を非常に心配したようで、気境子は父に対して礼儀正しくなり、反抗的な態度を示さなくなったため、両親は非常に喜んでいたという。しかし、妻のため子が肺炎を患っていたこともあり、しばらくして妻の療養を目的として静岡県の沼津市に移っている。この天地療養に際し、よりさだは、 自分の生活を引き締めて一層真面目にやりたいと言っていたという。関東大震災の影響で南青い学堂の建物が大損害を被ったため、1928年にはパイプオルガンを東京音楽学校に寄贈した。1925年5月、家督とともに当時の金額で3000万円以上の財産を相続。一方で、 当時の紀州徳川家には280万円の借金があり、より定は徳川家古問会に火星改革を要請している。この時、80万円の税金納付と借金返済のために、伝来の家宝や重機などを売りに出して150万円の収入を得たが、その中には約 4.3kg の純金の茶釜が含まれており、大きな話題を呼んだ。同年七月一日、 公爵を就職し貴族院公爵議員に就任。当初は、準務所属として活動していたが、1928年3月14日に、歌謡会に入会。公爵のため、無条件かつ、就寝の地位が約束されたが、無給により、家計の足しにはならなかった。1927年4月には、再度重機を売却して、売り上げは160万円に達したが、 昭和金融強行の煽りを受けて15銀行が破綻したために50万円余りの損害を被っている。徳川家古門会は何度も火星改革の案を策定していたものの、より貞の森が先定が毎年のように予算超過で総額20万円以上を浪費することもあって目立った。効果は上がらなかった。翌1928年にも重機売却で200万円の収入を得た。 1929年5月12日からヨーロッパを満遊した折には、その豪遊ぶりが話題となり、欧州社交会にマルキ徳川の名が轟いた。この旅行は、出事や運転手を随伴する文字通りの大名旅行であり、毎月1万円に設定されていた予算を大きく、上回って、半年で、ほぼ倍額の8万円を使い切ってしまうなど、 紀州徳川家の火星悪化に拍車をかけた。予想外の事態に、過食は驚愕し、連名で、よりが夫妻に勧告状を送ったり、経費削減案を策定したりして、法満財政の立て直しに奔走したが、1931年2月に帰国したより坂夫妻は相変わらずの派手な生活を続ける、始末であった。これに対し、小泉と、 上田は顧問を辞職することで反省を促そうとしたが、寄里がこの忠告を聞き入れることはなかった。なお、同年5月に上田は寄里のおじにあたる徳川宗家の徳川家里に呼び出されて、紀州徳川家の財政問題を説明しているが、家里は何の反応も示さなかったという。財界人や学者の意見を参考に実業界進出を決意し、 1933年3月に資本金300万円の南葵産業を設立。これを持ち株会社と位置づけ、子会社として、強立不動産、日本羽毛製品、東洋加工、全裸工業、南境科学を設立した。新興産業に進出して独占的な事業を行う、ところに力を発揮したという。旧大名家族の産業進出の先駆とされたが、 全田工業に不正があるとして、池田茂明に指摘されたことが発端となり、1936年10月9日に、旧藩出身者の会合が、遂行者で開かれている。杉山と寺島が事実関係の調査にあたり、同年12月に、頼貞が三党を罷免することで、一応の決着を見ている。1934年に、 財団法人国際文化振興会が設立されると、合成の助と共に副会長に就任した。九百三十七年一月二十五日、尾張徳川家の徳川義近や、越前松平家の松平康正、白尺、黒田清志、大田美濃羅、頼貞の友人を中心とする十二名が、男尺、原田熊雄帝に集まり、紀州徳川家の財政再建に関して、 協議を行っている。九百三十七年、外部の動きに刺激された過食の中松神経や時、貨幣、林勝らは、代々木邸を、分譲地として売却することを決定した。ラスピニャスの、竹製パイプオルガン九百四十年、和歌山出身の三宅明一郎を元と中地理、特命全健康師が設立した、日地協会の初代会長に就任。戦時中は、 第14方面軍の最高顧問として、フィリピンに約1年間の任期で派遣され、文化面を通じての専務活動に従事した。1943年には、村田昭蔵の人を調査委員会で副委員長に就任。マニラ郊外のラスピニャス教会にある世界で唯一と、される竹製パイプオルガンが適切に保存されていないことを有料し、 マラカニアン宮殿の行政府長官バルガスに面会してフィリピン人の手によって修理する必要性を力説。バルガスはヨリサダの提案に賛同し、修理費の大部分をフィリピン政府が負担することで合意した。しかし一部は民間で負担しなければならなかったが、ヨリサダがマニラ大主教ロハティに協力を求めたところ、無事にロハティの協力が得られて、 カトリック信者からの寄付金も集まり、最終的には、ヨリサダの宝給をすべて寄付することで修理は軌道に乗っている。ヨリサダは修理の完成を見ることなく帰国したが、ラスピニャス教会の入り口には、This Organ has been restored by m a l k 徳川オブジャパンと書き込まれているという。参議院議員時代休波ミュの後押しを受けて1 9 4七年の第一回参議院選挙に、 和歌山地方区から無所属で立候補し、下半に、地下旅姿で、和歌山県各地を遊説して回った。山間部の農村に、王都山林で向かうと、門付派を売りに清掃した住民が、総出で出迎えたという冒険色豊かな選挙戦でも、あった。徹底した土俵板た選挙の結果、時点に5万票弱の差をつけて、トップ当選を、果たして参議院議員となる。 旧家族出身で国会議員となった草分け的存在であり、殿様議員や紀州の殿様などと呼ばれた。参議院では国際交流の実績によって外務委員会委員長などを務めた。当選後は保守系の院内会派、緑風会の発足に参加、後に新生クラブ、吉田自由党に移籍し、吉田自由党以降は吉田派として活動した。 政界再編に伴って民主自由党、自由党と移り、自由党では政務調査会外交部長を務めた。1951年6月18日から7月11日までパリのユネスコ本部で開催された第6回ユネスコ総会に日本政府代表団の一員として参加。総会ではフィリピンの反対を受けたが、米国をはじめとして パナマや中華民国の積極的な支援を得て、日本のユネスコ加盟が承認された。帰国前に、イタリアのカステル・ガンドルフォに秘書していたローマ教皇、ピウス12世を訪問する機会に恵まれ、秘書先のガンドルフォ城で非公式に会談している。別れ際に、教皇から希望を聞かれたヨリサダは、バチカン宮殿の被縁を散策することを希望し、 教皇の開拓を得て帰国日の8月30日夕方に、飛縁を数時間散策している。1954年4月16日に、十二市長会用のため国会会期中の成果を、申し出た矢先の、翌4月17日午前6時30分、東京都杉並区天沼山丁目725番地の自宅で死去。61歳没。千代田区の西湯那地方教会で、 国別式が営まれ、遺骨は葬儀が取り行われた、長宝寺の和歌山藩主徳川家墓所に埋葬された。葬儀委員長は下村博氏が務めた。戒名は友好因伝。家督は長男の来生が継いだ。なお、死去に伴い、参議院議長、河井弥八から調子が贈呈され、同僚の佐藤直武が参議院本会議で哀悼演説を行った。 上田定次郎日記に再びとあるため、以前にも何度か神経衰弱を称して休んでいることが伺える。この所蔵品の中には、ヘンデルやジェス・バッハパーセル、ハイドンの肉筆譜、さらにワーグナーがロンドンで指揮したサイのベトーベン、公共曲第9番の初版本が含まれていた。斉藤義士長を中心とした日本楽器製造の義士は、 南青い学堂のパイプオルガンの調律などを行いながら研究を進め、1932年には初の国産パイプオルガンの製造に成功している。上田定次郎は生活が一新されるとは思っておらず、徳川家のことには年とともに環境を減災されるようだ。とまで述べている。現在は上野恩賜公園の旧東京音楽、学校総学堂に保存されている。 理事の鎌田栄吉、木下智三郎、男爵三浦英太郎、辰巳高野城、植田定次郎が顧問となり、同年10月からは小泉晋三が加わって、徳川家顧問会を構成した。植田定次郎日記には、世の考えでは、このまま公爵家の没落まで、顧問の名を犯すことは耐え難い。しかし、公爵があまりの辞職を見て反省するならば、 自職を思い止めても良いという腹もあった。しかし、その後、公爵からこの問題につけて、何の沙汰もない。とある。全羅工業は、全羅南道の砂金工区と、平安北道の五北金山を有していたが、この金山は廃坑だったとされる。また、金山買収には、山種などが介入しており、南青い産業は万作尽き果てていたという。現在のセントジョセフパリッシュ教会。 代表団主席は、前田多門が務め、藤山愛一郎らが随行している。ありがとうございます。